こたびはよくぞ魔王を打ち倒した。これで世界に平和な時代が訪れよう。僕たちの冒険はこれで終わりだ。終わってしまったな。10年ですか。いろいろなことがありましたね。たった10年の冒険だよ。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。魔王を倒したからといって終わりじゃない。この先の人生の方が長いんだ。フリーレン、君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。僕は君たちと冒険ができてよかった。人間の寿命は短いって分かっていたのに。あなたはやはり優しい子です。僕の故郷の花でね。なんてもっと。とても美しいんだ。知ろうと思わなかったんだろう。フリーレン、いつか君に見せてあげたい。それじゃあ行こうか。